雰囲気が立ち込めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。の姿を待ちます。まさに大観衆の高鳴る鼓動が聞こえてまいります。大森！大森！特別試合タッグマッチ、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー255ポンド伊沢光春、210ポンド小川さん、小川よしおり、赤コーナー260ポンド大森高尾、大森大森、280ポンド高山よしひろ、高山打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴みます。ハンマーを落としてまいります。掴んだ、エルボー。掴みます、エルボーを入れていきます。打ち込んでまいります。倒してまいります。そのまま絞り上げます。ロープブレイクであります。掴んだ、乾いた音が館内に響きます。掴んだ、エルボーをかち上げます。ロックアップ、フライングメイヤー、顔面を締め上げてまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。腕をフックします。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを防ぎますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目していただきたいと思います。掴みます、蹴りを見舞ってまいります。打たせません。ここでタッチです。掴んだ、キックで返します。ドロップキックを放ってまいります。抱えます、スープレックスに転じます。体を預けます。組みに行きます。あっと、エルボー、スピンキック、肘を打ち込んでまいります。フライングメイヤーで倒します。こういうペースの持っていき方はうまいですよね。これで自分のペースに持っていきたいところですよね。チェンジオブペースといったところですね。
腰を落とします。リバースで返します。エルボードロップ落としてまいります。行くのか、ロープに振った、封鎖式で落としてまいります。エルボー引き起こします。組み合います。ロープに振って、館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。ロープに飛ばした、封鎖式のバックブリーカー、ねちっこい展開に移行してまいります。あります、鋭いキックです。掴みます。今クリーンヒットしましたね。はい、ブロッキー状態か、腰に手を回した、危険な角度でしたよ。脳天粉砕か、ここでタッチだ、肉体を躍動させる、抱えた、奥でホラスタンピート、首をかっ切るのか、ガチッと組み合った、コーナーに振ってハンマーを振りかざす、エルボーを打ち込む、トップロープを狙う、ここでスイッチ、掴んだ、厳しい攻めを見せる、組み合った、バックに回った、スリーパー落とすのか、10分経過、10メレッツゴー、あーいやらしい攻撃だ、腕を回した、逆にバックに回った、バックドロップ、気合を入れた、フライングヒールキック、腕をフックした、小僧ロップに染み渡る、ジャブが顔面を捉える、全体重を乗せたエルボー、腕をフックした、リバースで切り返した、カウント2で返します、抱えた、ブレインバスターで投げつける、腕をフックした、カウントは2つ、抱えた、膝頭を入れていく、抱えた、おっと外した、頭を掴んでガッと返した、 DDT 全体を突き刺さった、掴んだ、エルボー強烈、蹴っていった、あっとエルボー、あっと耐えた、ブレインバスター行くのか、ブレインバスターで叩きつける、リングに戻ります、腕をフックした、外した、いけるか、そのまま締め上げる、ロープブレイク、ロープブレイク、腕をフックした、打たせない、読んでいます、まさに読み切り小説、耐えました、うわ、噛み込みました、危ない状況か、15分経過、15ミレッツゴー、首根っこを掴んだ、させません、頭を掴んだ、
んでキック、ボールスリーパーで頸動脈を締め付ける。一気に料理するのか。首根っこを掴んだ、なんと逆にキック、抱えた、ブレーンバスターで投げつける。いけるか、強烈に締め上げる、完璧にたどり着きました。抱えた、させません。バックを取って、あっと耐えた、エルボーで切り返す。頭を掴んで、あっ、逆にパンチ、あっ、逆にパンチ、腕をフックした、ブレインバスターで叩きつける。掴んだ、強烈なキック、小脇にかかる、エルボーで返す、きちん進化、腕を決めていった。抱き起こす、強烈ジャーマンスーパックス。さあタッチ、掴んだ、20分経過、20 minutes go。 腕を回した、波打ち式の原爆型、ロープブレイク、ロープブレイク、ロープに飛ばした、オクラホマスタンピートで叩きつける。さあ首をかっきった、ガジェット組み合った、バーンとネックブリカードロップ、コーナーに登って行くのか、プレッシャーランスシャランプレックス。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね、出たとこ勝負ですよ。エンジン切り、立たせていく、お脇に抱え、抱え上げて、バックダンプ、ブロックした、25分経過、オーターブレイク、25分経過、オ
抑え込んで完璧にたどり着きました。ここでスイッチ。バックを取って